前略、テレビの前の視聴者様、このアニメに出てくる奴らは不良です。だから決してこのアニメの真似はしないでください。僕が泣いているのはとても悔しいからです。人の尊さ優しさ踏みにじられそうで、力を示す者たちしなやかさを失って、嘘まみれ泥まみれ綺麗たい風景でしょう。より強くしたたかにタフな生き方をしましょう。まっすぐ歩きましょう。風は後ろめたいやつはどけ、無造無造の街に明かりを灯せ、どけそこどけ真実の通りだ。正義の時代が来るさ、希望の歌もあるさ、僕の命この世に捧げてしまっていいさ。ここは北関東紀伊尾峠、山間を縫うようにキレのいいカーブが続く道である。その峠に魅せられたライダーたちはスピードを求めて毎日腕を競い合っている。伝説のライダー貞治、紀伊尾峠最速の男。そのライディングテクニックは天才的で、いまだに彼を抜いた者はいない。数えきれぬほどの男たちが彼に戦いを挑み敗れ去っていった。そして彼らもまた貞治に挑戦しようとしていた。今日は行けるぜ。貞治は現れるんだろうか。絶対に来る。奴は勝負の匂いを嗅ぎつけるんだ、狼のようにな。俺らの手で本当に奴に勝てるのか。どうってことねえよ、俺らにかなう奴はいねえ。王よ、奴が井の中の蛙だってことを教えてやるぜ。峠最速が誰かってことを思い知らせてやるぜ。な、貞治か。無茶だぜ、このままじゃぶつかるぞ。信じらんねえ、このきついコーナーをあのスピードで曲がりやがった。化け物かよ。ちくしょう、立ち上がりの速さが違いすぎる。ただ限界いっぱいで回してるので追いつけねえ。相手にならねえ。完全に見失った。あれが伝説のライダー。俺の名は貞治。俺の走りについて来られる奴にもうどのくらいやっていないだろう。ん、聞いたか、伝説のライダーが引退したらしい。え、なんで。走者用意。俺はガキの頃から悪だったが、足が速いことだけは自慢だった。クロマティに入学して以来今一つ目立てなかったが、ようやく脚光を浴びる日が来た。足の速さなら誰にも負けねえ、絶対誰にも負けねえ、誰にも、とさっきまでは思っていた。反則だろ。よーい、これは一
メカゾワ君です。二人ほど保健室に運ばれてたぞ。当たり前だ。あれバイクじゃねえか。誰か止めろよ。確かにあれはバイクだ。けどついこの間までは学ラン来て俺らと共に授業を受けてた仲間だし、上にお前バイクだろとツッコミを入れるのはさすがに抵抗はあるだろう。100歩譲ってバイクならいいとして、もしあれが次に炊飯器になってもお前はあれを仲間と言えるか。まあそうカリカリすんなよ。次の競技は大丈夫だ。続いての競技は走り高跳びです。高跳び。走るだけなら奴の独壇場だ。だが高跳びとなれば奴は手も足も出まい。人間誰しも得て増えてがある。甘かったなメカザワ。調子に乗りすぎたお前が悪いんだ。飛べるもんなら飛んでみろ。ちょっとよ。ジャカジャン。クロマティ。クロマティ。持ってる金全部出せって言ってんだよ。聞いてんのかこら。てめえ小銭持ってんだろ。ジャンプしてねえジャンプ。だからチャリチャリ落とすんだろ。お前何助け求めようとしてんだよ。なめんなよ。誰も助けてくれねえんだよ。ここいらは俺らの縄張りだ。痛い目に遭いたくねえならさっさと金出しやがれ。こらこら、弱い者いじめはやめなさい。なんなんだてめえは。この野郎舐めやがって。おとだ。ついでにてめえもジャンプしてみる。わかりました。着地。やべえよこいつ。ありがとうございました。なんとお礼を言っていいのか。いえいえ、当然のことをしたまでです、というか何もしてませんが。あれ、君はパシリの田中君。ようやく警察が来たようだ。前回はミサイルを発射してしまったから危険人物と誤解を受け逮捕されてしまった。釈放してもらうまで一苦労だったし、今回はそんなことがないように気をつけないと。今日は危険物は積んでない。ヘルメットもちゃんとかぶってきたし、空気圧も完璧。ちゃんと法定速度を守っている。何一つ法に触れることはしていませんよ、おまわりさん。バイクの免許持ってなかった。さあ今日も野球の練習頑張ろうぜ。なんだかよ、少しずつだが甲子園に近づいてる気がするぜ。そうか、言いにくいけど多分気のせいだと思うぞ。おい、うだうだつるんでんじゃねえぞこら。おいおいおい、
こんな学校が最強と噂のクロマティか、うん、この連中最近この界隈を荒らしている暴走族ラインバックか。ついにうちにも来やがったか。どうしたのみんな。神山、これじゃ野球の練習どころじゃないぜ。以前の僕なら警察に頼るとこだが、今は怖くもなんともない。何？率直に言ってメカザー君に比べたらこんなのどうってことない。なんせ空も飛べるんだから。おお、そうだった。うちの学校にはとっておきの切り札がいたんだっけ。学校の裏に止めてあるよ。よし、俺も一緒に行こう。とりあえず前田はここに残ってくれ。ちょっと待てよ。盗まれてる。心は天の山、世界になったタルマスラオたちよ、楽をしても苦労苦労。前略おふくろ様、先駆けクロマティ高校、神山隆のワンポイント生活講座の時間です。先駆けという漢字はひらがなだと4文字のところを1文字で片付けられます。行け、メカザーウィング。メカザーウィング。